初夏を感じる季節となりましたが、地面を見てみると白い綿毛に覆われていて雪が積もっているかのようです。季節外れの雪景色にも見える光景。地面を真っ白に染めているのは、風に乗ってふわふわと宙を舞うポプラの綿毛。道立近代美術館にはポプラの木が2本植えられていて、毎年5月の末から6月末まで、この幻想的な景色を楽しむことができます。これだけ綿がいっぱいなの見事ですね。本当に素晴らしいなと思いました。綺麗ですね。例年この時期に大量に舞う綿毛ですが、気をつけなければいけないことが。それは火災です。ポプラの種子がすごい綿がいっぱいあるんですけど、そこに火の粉が引火して、あっという間に広がったんです。今日午後1時半ごろ、札幌市手稲区のキャンプ場で草などが燃える火事が発生。怪我人はいませんでした。目撃者によると、客が焚き火をしようと火をつけたところ、周りの地面にあったポプラの綿毛に燃え移ったということです。火がついたら危険だっていうのはちょっとね、お客様にも知らせてあげなかったのも申し訳なかったなと思ってます。燃えやすく火災の恐れもあるポプラの綿毛。そもそもポプラの綿毛とは何なのでしょうか。専門家に聞いてみました。お母さんの木から遠く離れたところに種を飛ばすためです。お母さんの近くに子供が育ったら、お母さんとその栄養の取り合いになったりしますけれども、離れたところに子供が育つと栄養の取り合いにもならないし。専門家によると、ポプラの綿毛の中には種が入っていて、風に乗って遠くまで飛ばすことで広い範囲で繁殖できるということです。この綿毛、花粉症などアレルギー症状の心配はないのでしょうか。ポプラの綿毛が原因でアレルギーになったり喘息になったりっていうような例は報告されてないです。ただ、そのポプラの綿毛の時期と牧草の花粉が飛ぶ時期と重なるので、牧草の花粉アレルギーの方が勘違いされてポプラの綿毛でアレルギーになっていると思われるっていうような例はあります。綺麗だけど厄介なところもあるポプラの綿毛。今月いっぱいは道内を飛び回りそうです。